そうか。そいつを今生産してやるぜ。やった。細胞を消滅させるウイルスだか。ヨハネめ、余計なことをしてくれたわ。いくら私でもその玉を受ければひとたまりもない。神のしもべたる我らが十三使徒に復讐とは小賢し。己の無力、無能さを骨の髄まで味わわせてくれ。あげられるのはこれくらい。やめるんだ。あの方が目覚める時は定まっている。マリア様が。ファリス博士、この船をコントロールすることができません。
すべてが終わった。何も終わっちゃいねえ。母さん、マリアを、そして俺の心までもぎ取っていった。許せねえ。絶対に許せねえ。うわあ。神とは所詮荒ぶるものだ。漫然としてその目覚めを待てば、我らなどひとたまりもなく消滅させられてしまう。だがマリア様があれば、マリア様だけが荒ぶる神を鎮め、心を与え、新世界を作り上げる。マリアは渡せねえ。なぜだ。なぜだ。それは貴様が憎いからだ。何度やっても同じこと。うわあ。死ね、息子新一よ。無限の吸収能力があると。俺はマリアを自分の体の中に吸収する。ユダが言ったことが正しければ、マリアは生きているはずだ。マリアは俺の体の中で生きるはずだ。